アベラルドさん、腕は大丈夫ですか？ええ、なんとか。すみません、何としても捉えようと気が流行りました。いいえ、いいのよ。ミダス様も無理は禁物だとおっしゃっていたでしょ。ええ、そうでした。後でミダスおじさんにも見てもらいましょうね。ガルカの祠へ向かうには北方向ですね。前方に敵がいるわ。青白い姿。そうだ。ええ、町で聞いた噂は本当だったようです。我々の迎えですか、なんて言っていたけれど、一体何のことだったのかしら。足の速いチンケめ、あたしの大事な荷物を盗んで逃げやがった。あいつは多分遺跡の方に住み着いてるチンケだよ。どうだい、あたしの荷物を取り返してくれないかい。あんたらの役に立つものをお礼にあげようじゃないか。だからどうか頼んだよ、荷物を取り返しておくれ。エレナさんの治療はもう済んでますかね。聞いていた時間だと今頃はもう処置が完了しているはずですが。早くガルカの祠に行って無事を確認しましょう。この山道を越えればガルカの祠に着きますね。ガルカの祠はここから北東に伸びている道の先ですね。やーっと着いた。レイたち大丈夫かしら。レイ、ただいま戻りました。って大丈夫？なんかすごい顔してるよ。妙な奴に絡まれて危うくエレナを壊されるところだったんだ。なんだと。青白い肌をして角の生えた大男だったんだが、この星にはそういう種族がいるのか。霊たちの方にも現れたの？こちらは大男とは言えなかったが、青白い肌に角という部分は一致している。どうやらゆっくりしてられないみたいだな。レイ、とりあえず無事に合流できたことですし、少し休んでください。ひどい顔をしていますよ。見張りは我々が立ちますし、何かあったら起こします。少し眠ってください。はあ、悪い、そうさせてもらう。ミダスを叩き起こしてくれ。それって。おやすみなさい、レイ。レイ、レイ、起きてください、レイ。おはようございます、レイ。おはよう、エレナ。調子はどうだ？自己修復は継続中ですが、稼働率は 70% に達し、移動も可能です。悪かったな。最後の最後で寝落ちした。ミダスさんが精密に仕上げてくれました。そうか、助かった。技術者としても医者としても当然のことだ。ここからは私も同行します。元凶の報告を願います。この国の東側に落ちた可能性がある。クロエを探しに行く。レティシアたちにもその件で協力してもらっている。ただその交換条件に、俺はミダスを王都に連れて行くことに協力する約束をしていた。王家に協力する気はみじんもないぞ。ミダスさん、もし
これから私のパフォーマンスが何かのトラブルで低下した場合、レイ以外に私の気候を理解し調整してくださる方がいるととても助かります。嫌だと言ったら？仕方ありませんので、その場合この国の理術士か技術者の方に依頼して手伝っていただくことにします。ふん、いいだろう、乗ってやる。アベラルドの腕のこともあるからな。ミダス様、あくまで理術士として技術者として求められた仕事を完遂するだけだ。気に食わないことがあればいつでも抜ける。オンに切るぜ。それでこの後どのようにクロエを探すのですか？ライタールの定期航路が近々復活するという噂を耳にしました。王国東部に行くなら回路が一番早いでしょう。ならもっぺんライタールですね。行きましょう。もしもし、聞こえる？こちら天才美少女豪商投手のウェルチちゃんだけど、急ぎで必要なものがあるの。詳細は直接伝えるから、今すぐディベルの私の家まで来てちょうだい。いい？今すぐよ。それじゃ待ってるからね。ライタールという町はここからだと距離があるのですか？はい、それなりに。ライタールはラーカス地方を抜けた先のディベル地方にあります。まずはこのエタリ地方を越えてラーカスの森に行かないとですね。エレナのために時間を取らせて悪かったな。エレナは戦闘も得意だからいろいろ手伝えるぜ。最初に見た時は私の姿に驚かれたでしょう。あまり気にしないでくださいね。いや、ミダスおじさんの家の横にある装置は天気を予測する装置なんだそうです。どうなってるんでしょう。こんな山奥の村にもあれほどの防備が必要とは。まさか国内の治安も乱れているのでしょうか。ニーナにおじさんと呼ぶのをやめさせ。いや、父親の友人なんだからおじさんか。ずっと細かい作業をしてたから山道は答えるな。もう少し西に行けばエダレ地方を抜けられるから頑張って。なんでしたら私が担いでいきましょうか。そういう意味で言ったんじゃねえよ。ミダスおじさんって意外に歩き慣れてるんだね。意外とはなんだ、年寄り扱いするな。これでもマーキスより年下だぞ。エダリ村で足りないものは南のラーカスやライタールまでよく買いに行ってたからな。じゃあこの辺はよく通る道なんだ。そういうことだ。エレナ、向こうにあるのがメドゥーム遺跡だ。お前ああいうの興味あるんだろ。今度時間ができた時に寄ってみましょうか。ありがとうございます。でももうスキャンし終わったので大丈夫です。戻りましょう。え、スキャン？ここから南へ抜ければラーカス地方に行けますね。ここがラーカス地方だっけ？ええ、南側へ向かえばライタールのあるディベル地方に入ります。途中にあるラーカスの村で少し休憩してもいいかもしれませんね。南にあるライタールとはどのような町なのですか？活気のある港町です。人や船の往来も多いので探し人の情報も得られるかもしれませんよ。でもこないだ行った時は船が動いてなかったんだ。船動いてるといいですね。トッドの近くにいた奴らは透明偽装を見破っていた。
俺たちの文明を理解してるっていうのか。ミダスさんの技術には目を見張るものがあります。そんな人物が山あいの村で隠居されているなんて。青白い肌に角の連中とポッドを調べていた連中、無関係とは考えにくいな。あんなに大怪我してたエレナさんがすっかり元気になってるなんてすごいですよね。あとはライタールからオートへ向かうだけですね。南のディベル地方を通ってライタールへ行きましょうか。そういえばレティシアたちもこの辺で妙な奴に襲われたんだよな。はい。俺やクロエのポットをダウンさせた奴らと何か関係あるのかもしれないな。予断は禁物です。ミダスさん、本当にそのような人類はこの星にはいないのですか？さあな、俺が知らないだけでニルベス大陸ならいるかもしれん。ニルベス大陸？オーシリアスの南方にある大陸です。多様な人類が暮らしているので、もしかしたらああいった方々がいるのかもしれません。そっか、エレナさんは南の空から来たわけだから、ニルベスの人たちにも見られてるかもしれないんですね。ニルベスにはオーシディアス王国やバイル帝国にもない技術や理術を持った種が多くいる。そいつらが変な野心を持ったとしても不思議はないな。だといいのですが。ライタールへ行くんじゃなかったのか？まあ少しくらいディベルへ寄ったっていいじゃないか。まったく、早く用事を済ませろよ。虫を退治してくれたのですね。助かりました。これで安心してラーカスの村へ向かうことができます。まさか虫たちが食べたものの匂いに集まっていたとは。何が起きるか分かったものではありませんね。お役に立てて何よりです。ひとまずラーカスの村へ向かいますが、この度に少し自信がなくなってきたかもしれません。失礼します。遅かったわね。今すぐ来てって言ったでしょ。これでも可能な限り早く来たつもりだったんですけど。ま、そんなことはどうでもいいわ。今回手に入れてきてほしいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。大急ぎでよろしくね。遅い、遅すぎるわ。もしかして途中で投げ出してるんじゃないでしょうね。そうだったらただじゃ置かないんだから。安心してください、持ってきましたから。いつの間に？安心って何のこと？ちゃんと持ってきてくれるって最初から信じてたわよ。よしよし、バッチリ手に入れてきてくれたわね。これで作りかけのあれを完成させられるわ。ん？何を作っているのかって？それは乙女の秘密よ。それじゃあお礼にビンヤード家に伝わる秘伝細工を教えてあげるわ。どう？すごいでしょ。他の人には秘密だからね。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、いつでも動けるようにしておいてよね。お待たせしました。準備は済みましたのでライタールへ向かいましょうか。すごい、もしかしたら定期航路が復活したのかもしれませんよ。港に船がいっぱい入ってると海鳥がたく
それにしてはちょっと数が多すぎませんか。なんだ畜生。ミダ様大丈夫ですか。ああたぶんやっぱり王家と絡むとろくなことがねえ。そういうこと言ってるからバチが当たったんだと思うけど。なんだと。ちょっと近づかないでください。あれエレナさんどうしたんですか。いえ。たくなんて匂いだ。なんか前に来た時より人が少なくないか。先日我々が来た時よりもさらに少ない。一体これは。何か買い。ごめん、またベンガル先生のところに行っていい。嫌な感じがするんだ。ああニーナちゃん、こっちが聞きてえよ。定期航路復活の第一便が来てからこの有様なんだ。レイ、皆さん即座にこの場を離れることを推奨します。何？未知の感染症の疑いがあります。レイが罹患した場合治療できる保証がありません。え、でもベンガル先生、何か患者に効いてる薬とか理術はないのか。熱冷ましや呼吸を楽にする薬草は一時的に効いているが症状全体の改善は見られんのだ。エレナ、この病気は俺たちがこれから行こうとしてる王国の東側から来てるんだよな。つまりこの病気は下手すりゃ王国東部でも蔓延するかもしれない。そうしたら今ここで放置するのはレイとクロエの安全に著しい影響を与える。わかりました。ただしニーナさん以外の皆さんはできるだけここから遠くに離れてください。あとはマスクかそれに類するものを着用することを推奨します。わかった。ベンガル先生、エレナが治療を手伝う。エレナがわからないことは指示してやってくれ。あんた医者なのか。それに匹敵する知識と技術を備えています。私は絶対に病気に感染しないので重症患者の検診はお任せください。レイはとにかく皆さんを病院から遠ざけてください。今日はもうエレナに怒られたくないからおとなしくしていよう。エレナが怒るところを見てみたいな。俺は感動してしまうかもしれん。その時は任せる。休むなら俺はもう行くぞ。海鳥にやられた服を洗濯したいからな。ですね。とりあえずニーナさんとエレナさんの連絡を待ちましょう。こんな布一枚で病が防げるのか。何もしないよりはマシ程度だな。病を防ぐ以上に自分が病気の場合他人に移すのをある程度防ぐことができるんだ。どういうことだ。鼻や口を隠すことでなぜ病が広まるのを防げる。ああウイルスや細菌の話をしなきゃダメなのか。その辺のことをどれくらい知られてるのかミダスに聞きたいんだが。遅いな、寝坊か。おいミダス、何してんだ。そろそろ起きろよ。待ってください、レイ、近づかないで。え？エレナさんを呼んでください。危険かもしれません。ああ、わかった。
エレナ、今いいか？ミラスの様子がおかしいんだが。ミラスさんに顕著な発熱症状が見られます。大丈夫なのですか？予断を許しません。急ぎ探さねばならないものがあります。海鳥の糞です。なんだそりゃ。この糞の中にはある種の細菌が異常に繁殖しています。今流行しているこの病はヘルガー肺化病というそうですね。ヘルガー肺化病が流行しているのですか？まさかミラス様も。落ち着いてください、レティシアさん。この星では死病のようですが、これは治る病です。本当ですか？ニーナさんの長年の研究を読ませていただきました。抗菌薬を作ることさえできれば症状は収まるはずです。ですがそれには細菌のサンプルを一定数確保しなければなりません。そのために海鳥の糞を集めたいのです。待ってください。海鳥がこれだけ大量にいるんですよ。ライタールはもう病からは逃れられないのではありませんか？現状はそこまでには至っていません。これには何か理由があります。原因を突き止めなければ。もちろんサンプルは私が採取します。どこで採取するんだ？港か？いえ、海鳥の栄巣地を探したいです。空の様子を見るとライタールの海鳥はいくつかのグループに分かれています。各グループの栄巣地を探すことで何か分かるかもしれません。分かりました。急ぎましょう。サンプルを採取できました。次の場所に移りましょう。サンプルを採取できました。次の場所に移りましょう。おい、レティシア、アベラルド。あれなんか見たことないか？これはリベルの廃校で見たものと一緒だ。携帯異常を起こしていますね。皆さん以前にもこのようなものを？ええ、リベルの廃校で。今はミラスとニーナの安全が第一だ。巣や鳥のことは町の人たちに任せよう。そうですね。海鳥？ああ、最近確かに妙に体が大きくて凶暴な奴がいるんだよな。俺の仲間なんか糞浴びせられて入ってたよ。大きな素子園出ました。これでいいんですか？素晴らしいです、ニーナさん。よくこの大量の薬草の中から条件に合うものを抽出できましたね。これでも専門に研究してるんで。こんな薬草仕入れたことすら忘れてたぜ。この辺が何だって言うんだ？今この皿の白い部分に含まれる目に見えないほど小さな細菌という生物がライタールの皆さんを苦しめている病気の原因なんです。そしてこの縁は素子縁といって、この生物の中に落としたこの薬品が病気の原因を殺しているということになります。つまりこれでヘルガー肺化病は治るってことですか？正確には違います。原因を除去するだけであって健康体に回復できるかは個人の体力に依存します。だとしてもこれはとんでもないことだぞ。ヘルガー肺化病が駆逐できるってことだろう。しかもセリオ理術師でなくても薬が作れるんだ。エレナさん、レイ、ちょっといいですか？安心しました。これで大勢の人が助かるのですね。
ベンガル先生、この治療法、しばらく秘密にした方がいいですよね。ああ、そうだな。なぜです？治療に使う薬草が取れる場所も量も限られているんです。今ある量じゃ全員に行き渡る分は作れません。その薬草はどこで取れるものなんです？コトリス山だけで取れるんです。定期航路の先のコトの港町に近い山です。コトの港町、そういうことですか。悔しいな。隠した方がいいって思っちゃった自分が悔しいです。ニーナさん、すいません。エレナさんを呼んできます。まずはミダスおじさんに元気になってもらわないと。ミダスおじさん、体調どうです？ああ、まったく年を食ってから病気するもんじゃないな。こんなすぐに回復すること自体奇跡なんですからね。聞いた、ヘルが肺化病だったそうだな。お前らか。全てはニーナさんの長年の研究と研鑽の成果です。それがなければこれほど早くに薬効を持つ薬草を発見することは不可能でした。フィルベルトも喜ぶだろう。ミダスが旅に出られるなら王国東部に向かおうぜ。それなんだがな、残念だが定期航路の復活は当分先になりそうなんだ。第一便でこの有様だからな。おいおい、一体いつになったらクロエを探しに行けるんだよ。体力に自信があるなら案内してやれる道がある。え？エレナを修理した場所から霊峰ガルカルムスを越えてコトに降りる道がある。そんな道があるのですか？お前らが知らないのも無理はない。100年以上前に廃れた道だ。肺化病の治療にはコトリス山で採れる薬草が必要と聞いた。定期航路を復活させるなら誰かがコトに行って病を治す方法を伝える必要がある。ミダス様、ありがとうございます。俺がお前たちについていくのはアベラルドとエレナのためだ。それにエダリ村の者も。今ではディベルやライタールに降りてくることも珍しくない。村の者が肺化病にかかった時、治療法があった方がいい。素直じゃないな。黙れ、早速立つぞ。俺以外の誰かに倒れられたらたまらんからな。面倒な野郎だな。不器用なだけですよ。レイやアベラルドさんも覚えはあるんじゃありませんか？え？どういう意味だよ。ちょっとわかります。もしもし、こちら天才美少女豪商投手のウェルチちゃんよ。今大丈夫？まあ大丈夫でも大丈夫じゃなくても速やかにリベルの私の家まで来てちょうだい。また必要なものができたの。いい？すみやかによ。それじゃ待ってるからね。任されました。エレナさんと会った祠の向こうってことはまたラーカスの森やエダリ地方を越えなきゃなんだね。とりあえず北西か。長旅になりそうですから途中ディベルやラーカスの村に寄って準備をしていくのもいいですね。こいつであっという間だろう。だとよ。頼むぜディマ。少しディベルに寄っていくか。ニーナはマーキス先生に挨拶していかないのか？え、いいよ別に。こないだ会ったばかりだし。でも買い物はしていきたいかな。そうですね、少し休んでいきましょうか。早く済ませろよ、北に行くんだろ。分かってるって、そんなに急かさないでよね。もう
マーキスが余計なこと言わなきゃこんな面倒に巻き込まれることもなかったんだがな。流星の噂とライタールでの廃下病の蔓延、民の間では不安が広がっているようです。ニーナさんが集めた廃下病の資料を見せてもらいました。素晴らしい情報量です。遅かったじゃない、速やかに来てって言ったでしょ。もう、まあいいわ。今回手に入れてきてほしいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。全速力でお願いね。相変わらず遅いわね。まさか忘れてるんじゃ。念のためもう一回通信してみようかしら。でもそろそろ来るかもしれないし。お待たせしました。っていつの間に。全然待ってないわよ。全然催促なんてしようと思ってなかったし、むしろベストタイミングだったし。やるじゃない、最高のものを手に入れてきてくれたわね。これで目標に一歩近づくわ。え、目標は何かって？それは乙女の秘密。せっかちさんは嫌われるわよ。それじゃお礼に我がビンヤード家に伝わる秘伝家事を教えてあげるわ。どう？すごいでしょ。他の人には教えちゃダメだからね。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、いつでも来られるように準備しておきなさいよ。リベルの廃校やライタールにあった巣が気になります。土地も気候も異なるのに同じ巣があるとは。買い物帰りかい？ことはエダリ地方の霊峰ガルカルムスを越えた先にあるんだろ。霊峰って聞くだけでちょっとね。やんなるね。失礼します。マーキス先生とミダスおじさんって性格全然違うんだけど、すっごく仲良しなんです。不思議ですよね。これさすが私が見込んだだけあるね。さ、お礼はこれ、私の秘伝レシピさね。すごいよ。任務完了です。私はこれでも現役時代は遺跡のチンケなんだ、ケチョンケチョンにしてやったもんだけどね。今は引退してすっかり丸くなったってもんさね。まあ今でも膝さえ無事ならドラゴンも余裕だけどね。忘れ物はありませんか？何かやり残したことは？大丈夫だって。俺よりもニーナとかアベラルドとかの方を心配したらどうだ？お二人は問題ありませんよ。会って間もないですが、そう判断できました。ああそうかよ。タグ、やりづらいったらないぜ。早くガルカの祠に行こうぜ。情けないことにまたここでも足止めです。この辺りに出没するカエル、あの巨大なやつが、私にはどうしてもどうしてもダメなのです。どうかあのカエルをどうにかしてくれませんか？話に聞いてはいたものの、実際出くわしてみると私では全くかなわないのです。よろしくお願いします。この森を北東に抜けていけばエダリ地方ですね。木々で視界が悪くなっているので気をつけてください。
やっとエダリ地方まで来たか。霊峰ガルカルムスまでもうすぐだな。エダリ地方を抜けてからが本番だってちゃんと分かってる？分かってるって。霊峰を越えてその先でクロエの情報を探さないとな。何か必要なものがあればエダリ村で準備していきましょう。そうだな。ミダスも村に顔を出していきたいだろうし。俺はいい。必要のない寄り道をしてる場合か。まったく、素直に甘えればいいのに。ここに霊峰へと続く道があるのですか？ああ、祭殿の方へ向かうぞ。敵です。敵の行動が見えない。殴ってきませんか？エレナのポッドの奥から外に出られる。なるほど、霊峰ね。こんな祈りの場が作られる山だ。ラーカスからエダリに上がってくるときとはわけが違うぞ。かつてオーシリアスの人々が越えた道です。我々にできないはずはありません。ミダスさんは病み上がりですし、アベラルドさんも体調を崩したと伺っています。無理は禁物ですよ。あの、ここで旅の無事を祈っていきませんか？早く山を越えなきゃならんのじゃないのか？よければ祈らせていただけませんか？何？祈りの場を私のポットが壊してしまいましたから。古の山の神がおられるのならお詫びもしなければなりませんね、レイ。好きにしろ。滑落したらひとたまりもありません。足を滑らせない分注意して進みましょう。かすり傷です。そろそろ野営にしましょうか。山頂を越えたってことは半分まで来たってことなのかな。だいたいそうだ。このまま南に下っていくぞ。もう少しで霊峰を下りきるはずだ。そろそろ雪が目立たなくなってきましたね。少しは寒くなくなるといいんだけど。いや、戦闘に向かってください。ことはもうすぐですね。南東へ向かいましょう。昔の人が王国の東部と西部を行き来するのにいつもこの霊峰を越えていたなんて信じられないわ。あなたは大変。発動。海だ。港町はもうすぐってことかな。ああ、海沿いを東へ進めばことに着くはずだ。町が見えてきましたね。あれがことの港町ですか？そうです。王国海軍の軍港もある活気ある町です。やっとゆっくり休めますね。ねえ、冒険者さんたちは死神を見たことある？僕は毎晩夢に出てきて毎晩怖くて苦しいんだ。雪がすごい山からその死神たちは毎晩やってくるんだ。お願いだよ、どうか僕の夢の死神を倒して。僕の言うことちゃんと分かってくれるんだね。みんなただの夢だってバカにして全然分かってくれないんだ。あれ、町の方から何か近づいてきますよ。古都中流の騎士団ですね。姫、少し後ろへ。止まれ。何者だ。
どのような理由で山を越えてきた？我々は王国西部から王都へ戻る旅の途中だ。今ことは町全体が閉鎖されていて入ることはできない。来た道を戻るのだな。はあ？また山道に戻れってバカじゃないの？黙れ！我々の指示に従わん者は捕獲することになる。痛い目に遭いたくなければ早々に失せよ。この国の騎士はみんなこんなもんだ。人の話なんか聞きやしない。何か言ったか？聞こえなかったか？お前らごときにやられる奴なんかこの中にはいねえって言ったんだ。ミダス様。貴様、その言葉後悔するなよ。絵解体せよ。邪魔の負けだ。踊れ。無駄よ、打ち取ったわ。俺は今日のあなたは大吉。なんとかなったな。くそ、貴様ら。おい、仲間呼んでるぞ。私か姫の身分を明かすしかないか。待って、アベラルド。あの鎧は。よう、思わぬ顔が現れたもんだな。テオ将軍。よう、アベラルド・ベルグホルム。まさかガルカルム層を歩いて越えたのか。ベルグホルム、王とこの駅士の。そういうことだ。だから無礼してんのはお前らの方。申し訳ございません。構わない。こちらも連れがキデンらに無礼な口を聞いた。ふん、この国の騎士にはふさわしい振る舞いだと思ったがな。相変わらずですね、ミダス様。それだけにあなたがこの場にいるのは俺にはちょっとした驚きです。ふん。まとにかくついてこい。古都の港町を封鎖してるのは本当なんだ。大きな声じゃ言えないが、ヘルガー廃下病が流行していてな。なぜ古都で廃下病が？その病気をばらまいたってやつを古都の騎士団総出で追っていました。病気をばらまく？ええ、病気が流行り始めた頃からあちこちで奇妙な服を着た若い女の目撃情報がありましてね。それを追っているんです。お連れさんもなかなか奇妙な衣装ですね。だからあいつらも血の気多く食ってかかったのかもしれませんな。奇妙な服を着た女性、まさかクロエ。いろいろ話を聞けそうだな。とりあえず俺の執務室まで来てもらおう。さて、そっちの二人、まずは自己紹介してもらおうか。ずいぶん上から来るな。俺たちが奇妙な風体の女を追っていることは話しただろう。お前はその女について知っていそうだった。知ってたらどうだと言うんだ。厳しく取り調べることになる。まさかとは思うが、一緒に旅してるそのお方がどこのどなたなのか心得ていないわけではあるまい。そこまでよ、テオニー。テオニー、このお二人に対する無礼はテオニーといえども許さないわ。ということらしいが、アビー。アビー、この二人がいなければ我々はここまでたどり着けていない。あとその名で呼ぶな、もう子供じゃないんだ。へえ、アビーにそこまで言わせるか。まあそうでなけりゃミダス様がレティと一緒に来てくれるわけないからな。それにそっちの女の子はフィルベルト様の娘さんだな。私のこと知ってるんですか？お父上の葬儀の際、国王陛下の護衛兵としてディベルまで同行した。あなたは結局何者なんですか？レティシア様にお兄さんがいるなんて話は聞いたことがありません。
俺はテオ・クレムラート、王帝ロンベルト・クレムラート公爵の息子で、レティとはいとこ同士なんだ。ロンベルト、海軍騎士長のテオ将軍、失礼しました。いいっていいって、レティ・アビーの友達にかしこまられても困っちまう。デッダ、今度こそ名乗ってもらおうが、名前のないやつとは話せないんでね。レイモンド・ローレンスだ。エレナと申します。よし、レイ、エレナ、いろいろ知ってること洗いざらい聞かせてもらうぜ。レティがいなければとても信じられん。あんたたちが追ってる女だが、俺の仲間かもしれないんだ。もちろん病気をばらまいたなんて話はデタラメだ。そう言われてもな、今はバイル帝国との関係が悪化している。国境の城塞都市バルダーから次々に避難民が王都や古都にやってきていて、その中には帝国側の患者も大勢混じっていると予想される。だからこそ怪しい奴がいれば皆不安がるんだ。どんな人物なんだその女は。コトリス山に近いあたりで、その女が目撃されるのと前後して大勢の人間が病気にかかるんだ。山狩りしたいところだが、あそこは天然の要害だからな。なんとか捜索できないの。町の門番の揉め事に全体責任者の俺が出張ったことで察してくれ。それほど人手不足なんだ。なんだ、それなら私たちがコトリス山に登れば問題ありませんね。言うと思った。テオニー、聞いて、ニーナさんとエレナさんはヘルガー配下病の治療法を発見したの。なんだって。そのために必要な薬草がコトリス山にあるんです。テオ様、私たちにコトリス山の探索を許可していただけませんか。お願い、テオニー。わかった、レティがそこまで言うんば信頼するぜ。その代わり、あんたたちが探してるって仲間のことはこっちで捜索しよう。何か特徴のわかるものはあるか。こんな風体をしてる。名はクロエ・キャナリス。こいつはすげえ怖がりなんだ。指名手配みたいなことはしてくれるなよ。そっちもこのことが戒厳令下なことを忘れるな。町の人をあまり怯えさせるなよ。そういえば最近ウェルチさんから連絡が来ないわね。たまにはこちらから顔を出してみようかしら。しかし、可愛い子には旅をさせろとはよく言ったもんだな。ミダス様を連れてくるなんて無茶な計画、絶対無理だと思っていたぞ。レイに会えたことが全部うまくいき始めたきっかけよ。なるほどね。だが、ミダス様の物言いだと、まだ協力を完全に取り付けたわけじゃなさそうだが。それはそう。私も無理強いするつもりはないわ。ただ。アビーの腕のことか。ええ。そのことだけは、最後まで面倒を見るとおっしゃってくださってるの。まあ、それでも。王都までは同行するってことか。テオニー、お前の息をくじきたくはないが、過剰な期待はするな。事態はどんどん深刻になってる。引き際は見極めろ。ええ、分かってるわ。レティを心配しているから言っているんだ。
分かってくれるな。とてものどかなところですね。そう見えるか。え？まあそうだな。ディベルやライタールのような喧騒とは無縁の場所なのは確かだ。だからこそ王都を出た後ここに移り住んだ。だが実際に住んでみるとのどかなんて言葉からは縁遠い場所だ。そうなのですか。そうでなきゃ俺があんな物騒な門を作る必要ないだろう。村は常に山の獣に脅かされている。農業に適した場所もごくわずかだ。かつては国内の理術師の修行の場として栄えたこともあったが、今時の若いやつは来たがらないらしくて、村の中には都会に出稼ぎに出るやつもいる。私が浅はかでした。住まれている方には相応の苦労があるのは当たり前ですよね。ああ、だがみんな都会に移り住もうとは思わないんだ。どんなに不便でも偏僻でも根を下ろした場所を守りたいってみんな思ってる。俺はそういう人たちの助けになりたくてここに住むことに決めたんだ。村の方からミダス様のことたくさん伺いました。ほら、別に相手によって態度を変えてる気はないぞ。いえ、そういうことを言いたいわけではなくて、ただミダス様が村を愛されていて、村の皆さんもミダス様を慕っておられるということだと思っています。分かってるならいい。ミダス様、何を見ておられるのですか。ああ、珍しい鳥でも飛んでいるのですか。それとも明日の天気を調べていらっしゃるのですか。ああ、私はあまり詳しくないのですが、上空の風の速度や雲の形から天気を予測するという学問もあると言いますし。ああ。明日はバーニーの流星群に乗って目玉焼きが枕元に流れ着くそうですよ。なんて。ああ。お邪魔してしまったみたいですね。失礼しました。ああ。やっぱりまだ私とはあまり話をしたくないのかしら。いいえ、落ち込んでる場合じゃないわ。今後のためにも何とかしてミダス様の興味を引ける話題を探さないと。あれは何を話しているのかしら。少しでも違和感があったらすぐに言え。不調を隠して急に動かなくなっても助けてやらんからな。承知しております。決して無茶はいたしません。なんて言ってもいざとなったらどうせ無茶するんだろうがな。それはま、面倒見るって言っちまったからには最後まで責任は持つ。だからせめてやりすぎないようにしておけよ。はい、気をつけます。で、お前にも言っておく。あまりこいつに無茶をさせるな。無茶をさせればさせるだけ腕の寿命は縮むんだからな。大丈夫です。必要な分は私が頑張りますから。何を言うのですか。姫にそのようなことはさせられません。それは私の役目です。何を言うの。今ミダス様が無茶をするなと言ったでしょ。多少の無茶なら私が。いえいえ、私が。ったく、二人揃って無茶しやがる気でいるのか。困ったもんだ。何の話をされていたんですか。カルカの祠にあった古の祈りの場の話ですよ。あそこの祭壇には鱗紋が刻まれてたので、昔の人は鱗紋に祈りを捧げていたのかなってミダスおじさんと話してたんです。理術の媒介となる鱗紋は昔は神の奇跡として神聖視されていたんだ。今の時代の理術であの鱗紋を直接使うことはないが、系統を遡ればあれは世良理術の体系に含まれる鱗紋。
つまり人の体を癒す呪文はすなわち神の奇跡というわけだ。さすがは三田宗司さん。まあ全てフィルベルトの受け売りだがな。え、父さんが？ああ、あいつも喋り始めると止まらないところがあったからな。何度か聞いているうちについ覚えちまった。疑問は神の奇跡か。父さんそんな風に言ってたのか。私たちもその奇跡には随分と助けられていますから、感謝を欠かさないようにしないといけませんね。ミダス様、寝不足ですか？ああ、昨日やけにリアルな夢を見てな。そのせいで中途半端な時間に起きちまってすっかり寝不足だ。夢ですか？それってもしかしてマルキア様の夢ですか？何やはりそうだったのですね。大人をからかうな。クソ、マルキアには言うんじゃねえぞ。夢に見たとお伝えすればマルキア様は喜ばれそうですけど、うん、ミダス様って、だから余計なこと言うな。内緒だ内緒。フーガの投入があれほどに劇的な結果を生み出すなんて、全く圧倒的だったな。敵の手の届かない場所から一方的に攻撃を加えるって単純な戦法があそこまで効果的とは。あんたの長年の意地の勝利だな。俺の勝利じゃねえ、全員の意地の勝利だ。まあ本当ならあんな初陣を迎えさせたくはなかったんだがな。ミダス様、申し訳。全く同感だ。だがフーガの凄さは確実に伝わったのも確かだ。戦争が無事に終われば戦い以外の使い道を見つけることも簡単だろうさ。別の争いの火種になるとしか思えんがな。そんなことになる前にみんなに理解させればいい。フーガは平和の象徴で夢の機械だから、戦争なんぞに使うなんてバカらしいってな。そうだろ？おいおい、そりゃ俺に対する挑戦状かよ。生みの親のあんたならやり遂げるって信じているのさ。ふん、調子のいいこと言いやがって。いいぜ、乗せられてやるよ。ありがとう、レイ。お二人は知り合われて長いんですよね。うむ、それなりにな。腐れ縁ってやつだ。ほう、腐れ縁とな。それは聞き捨てならんな。なんだよ。レティシア王女よ、第三者の目から見て腐れ縁らしい我々の関係はどのようなものであると見える？正直に答えるがいい。そうですね、親友のような仲のいい関係に見えます。なるほど、親友か。確かにそのようなものかもしれんな。どちらかといえば戦友って感じじゃねえのか。あるいは悪友かもな。悪友か。確かに昔はよく純朴な若者にはとても言えんようなことも二人でしたものよなあ。おい、言っておくが、こいつの戯言を本気にするなよな。はい、わかりました。様、一体どうされたんですか？来たぞ、ついに星の世界までやってきたんだ。これがはしゃがずにいられるか。はしゃ、それはしゃがれていたのですか。確かにずっと来たいとおっしゃっていましたものね。ミダス様にはこの宇宙という場所はどのように見えているのですか？全てが未知の世界だからな、目につくあらゆるものを調べて回りたい気分だ。そんなにですか。これほどにわからないことだらけなのは久しぶりだ。たく、何から調べていいのかわからなくてイライラしてきたぜ。私、そ
そんな理由で怒る方を初めて見ました。つい我を忘れちまった。落ち着かないといかんな。そうですね、もう少し冷静になった方が。いやダメだ、何から調べるのかを考えているだけでつい笑みがこぼれちまう。ミダス様がこんな表情を浮かべるなんて。さて、まずはこのアルダスから調べ尽くしてやるとするかな。あまり皆さんにご迷惑をかけないようにしてくださいね。ああ。ミダス様、どうされたのですか。今自分の視野の狭さについて少し反省していたところだ。視野の狭さ、一体何があったのですか。クロエ、あの娘、星の世界に来てから見違えるように活躍してんだろ。この船を動かしながら周りにもテキパキと指示を出したりしてな。そうですね、周りの皆さんもクロエさんを頼りにしているように思えます。俺は初めてクロエを見た時は少しぼーっとした娘だなと思ったんだ。だが実際はああやって一人前に活躍しているじゃねえか。つまり俺はクロエを見た目だけで判断していたってことだ。外見からの先入観で安易に評価しちまうなんて研究者失格だ。そこまで思い詰めなくてもいいのでは。ああ。だが俺自身の納得の問題なんだよ、こいつは。ミダス様、確かに少しクロエさんに失礼だったかもしれませんね。ああ。ご本人に全て告白してみるのはどうでしょうか。見た目で判断してすいませんとでも言えってか。そんなことできるわけないだろう。それでは見た目ではないクロエさんの内面を知るためにもっと彼女と話をしてみるというのはどうですか。ああ、きちんと話し合いを通して理解を深めろってことだな。そこまで深刻に考えないでも、ただ直接話をするだけでわかることって結構あると思いますよ。もしよろしければ私も同席しますし。すまん、その時はよろしく頼む。ここで俺がクロエから学ぶことは本当に多そうだ。帝国領内でフーガが使われているんだってな。はい、怪我人の運搬や物資の配給に利用されているそうです。フーガのおかげでこの状況でも順調にことを進められているらしいですよ。そいつはよかったとも今の状況では言い切れんが、これがフーガの平和利用の第一歩ということになるのでしょうか。あいにくとこんな混乱の中での話だがな。今はこのような状況ですが、いずれ完全に平和を取り戻したら必ずこの正しい使い方でフーガを運用できるようにしてみせます。それがフーガを世に出した私の責務だと思いますから。おい、勝手に背負ってんじゃねえ。そいつはフーガを作り出した俺が追うべきもんだ。ミダス様。だがそう考えてくれていることには礼を言う。はい、フーガの未来を示すためにも今この戦いを終わらせないといけませんね。平和のために戦うなんざ柄じゃないと思っていたが、そういう目的のためなら悪くねえ。とっとと終わらせねえとな。